キロボルトマイナスには第二次世界大戦中にソビエト連邦で開発された重戦車である。キロボルトとは当時のソ連国防省であるクリミント・ボロシーロフの名を冠したもので英語ではキロボルト、ドイツ語ではキロワットと表記される。152mm 榴弾砲 d 1 0 t を搭載した回転砲塔を装備するその巨体ゆえにドイツ兵からは ギガントと呼ばれた。初期生産型のキロボルト -2939 年型のレプリカ1939年、フィンランドに侵攻したソ連軍は、カレリア地境の国境地帯に築かれたフィンランド軍の強固な防衛陣地、マンネルハイム戦に前進を阻まれ、大損害を強いられ、前線からは強力な火力支援戦車の要請が送られた。そのため、 当時開発が終わって採用されたばかりのキロボルト -1 重戦車をベースに1 5 2ト、mm、ル榴弾砲 M-10 を備えた新しい回転砲塔を設計、搭載した陣地突破用戦車が開発された。1939年12月の開発要請に対し1940年1月末には試作車、完成、2月には増加試作型2両が完成し、 直ちに、フィンランド戦線に送られるという特幹作業であった。前線に送られた2両は、2月11日、マンネルハイム戦の一角である、スンマ地区で、初めて実戦投入された。本社の装備する1 5 2ト、mm、ル榴弾砲の、絶大な火力は、開発当初の要望に十二分に応えた。また、送られたうちの1両は、 フィンランド陸軍のボホース3 7ト、mm、ル対戦車砲弾を48発も命中させられたにもかかわらず、砲塔前面で1 1 0ト、mm、ル側面7 5ト、mm、ルの重装甲はその砲弾をことごとく引き、全く機能に支障を来さなかったとされる。この活躍を受け、火力支援型キロボルトは早速正式採用された。当初、この戦車は単に、 大型砲塔キロボルトとして区別されていただけだったが、正式採用に伴いキロボルトマイナス -2 と名付けられ、ソ連の戦車兵からは親しみを込め、ドレットノートと呼ばれた。試作車及び初期生産ロットの車両は、すべて平面の装甲板による、平面型が七角形の砲塔を搭載していたが、後に装甲板の構成が簡略化され、両側面は途中でカーブした一枚板の装甲を持つ、 平面型が六角形の砲塔となり、1940年末以降の生産者に搭載された。この狩猟産型砲塔は初期型砲塔に比べて、わずかに背が低く、また、後面に近接防御用の DT 機銃も備えていた。キロボルトマイナスには、1940年から1941年にかけて増加試作系を含め202両が生産された。 しかし、二名の装填師を要する分離装薬式の砲弾は、発射速度は遅く、砲弾も人の背丈ほどもあった。また、砲弾は大幅に大型化しているにもかかわらずターレットリング系は、キロボルトマイナス1と同じで、数トンもある砲弾を支えることに、多大な無理を生じさせていた。重い砲弾は、車体が傾いた状態では満足に回転させることも、できず、 通常のキロボルトマイナス1でさえ難がある機動性と信頼性はさらに低くなった。そのため、ターレットリングは後に改善されている。これほど運用上の制約がある車両でありながら、通常の戦車と混成で同じように扱われたため、いたずらに消耗を重ねることとなった。このため、キロボルトマイナスには回線をほどなくして、生産は打ち切られ、ソ連戦車としては、 比較的少数の生産で終わった。その後、対戦中のソ連軍では、火力支援用途には大口径、長射程の牽引火砲や BM-13、火中車が主力となり、また、対戦車用途も考慮した十字装法として、ケースメイト式の SU-152 ズベロボーイ、ISU-152 なども開発されたが、キロボルト -2 のような重装甲。 回転砲塔式の突破戦車は作られなかった。放棄されたキロボルト -2941 年、夏独ソ戦初期の撮影1941年6月の独ソ戦開戦後は、フィンランド戦を生き残った増加試作型、量産型ともに前線に投入され、フィンランド戦同様、その巨体と重装甲はドイツ兵を驚愕させた。 1941年6月23日、35を装備するドイツ第6装甲師団は、リトアニアのドゥビーサ川方面の戦いで、キロボルトマイナス2を保有する、ソ連第2戦車師団と遭遇、戦車40両と多くの火砲を撃破される、大損害を被った。このため、前進していたドイツ第1装甲師団は反転して、 第六装甲師団を支援しなければならなくなった。また、ラシエニアイ市内の第六装甲師団とデュビーサは共闘歩の不評部隊を分断するために送り込まれた、たった一両のキロボルトマイナスには、共闘歩に向かう増援部隊のトラック12台を撃破し、街道上の分岐点に居座って、ドイツ軍を食い止め続けた。これを排除すべく、 5センチメートルパック38対戦車砲を装備する部隊が送り込まれたが帰りうちに i 2門が破壊され続く8 8センチメートル高射砲1門も設置中に砲撃を受け破壊された夜になって突撃工兵が爆薬攻撃を仕掛け立体を破壊して行動不能に追い込んだものの完全撃破には至らなかった翌日、軽戦車が おとりとなっている間に設置された8.8センチメートル降車砲が水平射撃で6発を命中させた。しかし、貫通したのは2発のみで、乗員はまだ生きており、砲塔が動き始めたため、後兵により被弾口から手榴弾が投げ込まれ、ようやく完全に沈黙した。なお、ドイツ軍は放棄されたキロボルトマイナス2を、少数ながら露覚しており、PZ、KPFW、 キロワットマイナスに754の名称で使用している。ドイツ軍が六角使用したものには、砲塔天面具全部に、砲宝戦車の社長用キューポラを増設した独自改造車が存在した。ありがとうございます。